暴挙を阻止するため行動を開始したケンシロウたち。だがしかし、剣王の恐怖による支配はすでに各地に広がりつつあった。ケンシロウは再びこの世界に光をよみがえらせる救世主となり得るのだろうか。ケンとレイは食料を探しに行ったわ。大丈夫ですか？大丈夫だ。ありがとう。それにしても、あなたはユリアによく似ている。え？私とそんなに似ているというユリアさん、どんな人？ユリアさんって人は。私がこの世でただ一人愛した女性だ。ケン、そしてあのラオウも。ユリアは私たちの青春だった。そしてあの時からケンシロウとラオウは戦う運命にあったのかもしれんな。北斗七星の横に寄り添うように光る星、その名を四兆星。あの星が見える者にはその年のうちに死が訪れるというが、こうしてそれを見つめる時が来ようとは。叶わないな。ユリアさんを知る男性は全てユリアさんに。でもいいんだ。私はあの星で、あの北斗七星の横でひっそりと光っている、あの小さな星で。マミヤさん、あなたにはあの星が見えるのか？ええ、はっきりと。ちょっと歩いてきます。ケンたちが帰ってきてるかもしれないから。なんということだ。あの人にも見えるのか、あの星が。誰そこにいるのは？見つけたぞ。お前はケンシロウ一味のマミヤだな。俺は剣王偵察隊のシーカー。お前たちの首を持って帰れば剣王様もさぞやお喜びになるだろう。そうはいかないわ。すぐ殺してしまうにはもったいないの。俺が相手だ。この女をいたぶるのはお前を殺してからにしよう。ひゃは、殺してやる。死ぬのはお前だ。最初に忠告はしておいた。おとなしく地獄に落ちろ。じゃあ俺は死んで？死んでいる。死にたくねえよ。死ね。
うすでにここまで剣王の手が。剣、レイは？レイは愛梨と子供たちのいる村へ。剣王進行隊が村へ向かっているかもしれんのだ。レイ、今日は北斗七星がよく見える。その脇で輝く小さな星までも先を急ごう。ケン、トキさんが大丈夫だ。少し疲れただけ。ケン、あそこに家があるわ。少し休ませてもらいましょう。そうだな。すいません、どなたがいませんか？誰もいないのかしら。はい、どなたかな。どうなされた、旅のお方。あの水を一杯いただけたらと。ああ、いいですとも。そこで休んでいなされ。ありがとう、おばあちゃん。いいんですよ。さあ、お疲れになったじゃろ。さあ、お上がんなされ。ばあさん、その水飲んでみろ。私はさっき飲んだばかりで。いいから飲んでみろ。ちょっとケン、そんな。どうした、なぜ飲めん？前のようなババアがいるか。剣王の手下だ。そうだろよ。その首、剣王様に差し出してやるわ。年寄りは大事にせんとな。俺が地獄に送ってやる。化けるなら牛にでも化けるんだったな。ババアの、ババア。ラオウの部下だったのね。もしやラオウの反対が村に向かって。もしそうだとしたらレイが危ない。ケン、先に行って。レイにはアイリさんという弱点が。分かっている。剣に、剣に会うまでは。バット、どうした、何があった。レイ、村が剣王進行隊という連中に。何？早くリーやアイリさんが。
もう一匹残ってましたぜ。ガキか。子供といえど剣王様に忠誠を誓ってもらおう。剣王様の紋章を自らその体に焼き付けるのだ。もし嫌だと言うなら、あの鉄板の上で黒焦げになるまで踊ってもらうことになるが。ひどい、なんてひどいことを。さあどうする。誓いません。あなたたちのような悪魔には絶対従いません。何？自分から。面白いガキだぜ。お嬢さん、手を貸してあげようか。おい。なんだ。人の皮をかぶった悪魔め。何を。シュッ。あれはなんと水長剣。レイ、しっかりしろ。レイ、アイリさんは無事よ。心配しないで。あれ、どうしたんだろう。安心したら涙が。自分よりもアイリのことを心配すると。しかし気丈なようでもまだ子供。それをこんな目に。許さねえ。てめえらの血は何色だ。おじい。次はてめえの番だ。貴様がなんと水長剣を使うという例だな。貴様の弱点は分かっている。何？この村にアイリという女がいるはずだ。貴様は妹の命を懸けられると何もできん。ただのデクノボーだ。私ならここにいるわ。私は戦う。もう逃げたりしない。アイリ、このアマ。私は昨日まではアイリじゃない。戦うことをリンちゃんに教えてもらったの。兄さん、思う存分戦って。そうか、もう俺に弱点はない。アイリは俺から離れた。自分の意志で生き、自分の意志で死んでいくだろう。剣王様に逆らう愚か者どもめ、わしが皆殺しにしてくれるわ。貴様では俺の動きを捉えることはできん。俺の下等術で消し済みにしてくれるわ。なんと水長剣の鋭い死闘は大気の中に真空波を生む。腹の中のガソリンが引火したら吹っ飛んじまう。
いや、助けてエロッパ。何？剣王様！剣王？この男が？この人が剣の？お前がラオウか。ちょうどいい。この場で俺が片付けてやろう。お前がレイか。なんと水長剣、楽しませてもらった。ならば貴様にも俺の神髄を教えてやろう。リン、心配するな。俺は戦うことでしかお前や剣に借りを返せない男だ。ラオウの首は俺が取る。レイ、レイ、一つだけ聞こう。お前は北斗七星の横にある星を見たことがあるか？ある。あるのか。お前は俺と戦う運命にあるようだが、よかろう。どこからでもかかってくるがいい。な、何？降りぬというのか？お前ごときの腕でこの俺を同じ地上に立たそうと思ったが、もはやこの俺を対等の地に立たせる男はおらんわ。ならばそこで馬ごと死ぬがいい。ひょー、なんと水長剣奥義、断固総裁剣。悲しき定めよ。貴様の見た星は視聴星。神はすでに貴様に死を与えていたのだ。ほどになった。
望み通り相手をしてやるわ。貴様の成長とくと見せてみよ。死をもって見届けるがいい。貴様にも見えてきたか。その頭上で光る視聴線が。魔城のふりをしよう。北斗、七神騎兵山。そんなダバの上では俺には勝てん。貴様は、もう気負ったか。ケンシロウ。トキ、今はまだラオウと戦う時ではない。だがレイはラオウに。レイが。そうか、間に合わなかったか。ケンシロウ、トウキとは非常の地によって生まれるもの。だがラオウとお前では非常さが違うのだ。さすがはトキ、見切っておるわ。非常の剣でなければ貴様はこの俺には勝てぬ。だがトキが現れた以上、お前たちと同じ地上に降り立たねばなるまい。そしてお前たちには死あるのみ。下がっていろ、剣士郎。見ることもまた戦いだ。私の剣、戦い方はいずれ必ずお前の役に立つだろう。トキ、まさか。北斗神拳の戦いに2対1はない。たとえ相手を倒してもそれは勝利ではない。お前は北斗神拳の伝承者であることを忘れてはならぬ。やめるんだ、トキ。さすがはトキ、俺が一目置いた男だけのことはある。二人ならば俺を倒せる者を。ケンシロウ、よく見ておくのだ、私の戦いを。トキ！ラオウ、その野望をこの場で立つ。決着をつけるか、トキ。俺が傷を負った今ならば互角の戦いができよう。かかってくるがいい。ラオウ、この命に変えてもこの場で倒す。病に侵された体では俺を倒すことはできん。時の命もらった。ラオウ、やめておけ。そんなものでは俺を倒せぬぞ。マミヤ、やめろ。北斗神拳には西真空派がある。撃った矢が自分に返ってくるぞ。レイ、でも今戦えるのは私だけ。その女にも主張性が見えていたようだな。よかろう、撃ってみるがいい。
ラオ、その女だけは、その女だけは殺さないでくれ。レイ、お前この女を。そうだ、その女マミヤは俺に愛というものを教えてくれた、たった一人の女だ。で、ありがとうで、その気持ちだけでこんな時代でも生きていてよかったと思うことができる。マミヤ、うわっ、時の飛行箱を破ったのか。破ったのは俺の肉体ではない、心が飛行箱を破ったのだ。ラオウ、貴様が握るのは天ではなく地長生だ。この地を北斗神拳2000年の終焉の地としてくれろ。血の海に沈め、ケンシロウ。貴様は己の命さえ握ることはない。もういい、ここまでだ。これ以上戦えぬことは自分が一番よく分かっているはずだ。ラオウ、今は去れ。お前も相打ちは望まぬはずだ。ケンシロウよ、今日が終わりではない。今日が貴様と俺の戦いの始まりなんだ。ラオウ、俺は天を掴む男。俺は俺の帝国を築くまで決して死なん。膝など地につかぬ。ここ部下は去り、残されたものはあの馬だけ。奴もまた孤独。野望のために戦う男がいる。その野望を打ち砕かんと戦い挑む男がいる。そして傷ついた男たちはそれぞれの思いを胸に戦いの場を去ってゆく。だがしかし、運命を切り開かんとする彼らに休息の時はない。